はい、こんにちは、上杉周平です。今日はですね、クッションフロアという素材を使ってトイレの床をちょっとイメージチェンジしていこうかなと思います。実はもうすでにトイレの床変えてあるんですけど、ちょっと色の注文を間違ってしまって、一応それになってるんですが、なかなかちょっと新しいのに交換してこなかったので、これを機にやってみようかなと思います。皆さんも割と自分家で賃貸で真似ができる作業になると思いますので、よかったら見てってください。上杉周平のサードプレイス。今ある床材を剥がしていきます。本当はこれ両面テープで貼るべきなんですけど、僕はズボラでそういうことはやってないので簡単に剥がれます。剥がれました。はい、次はここの床のサイズを、こういう新聞紙とか紙を使ってペタペタ貼って型を取ります。はい、やっていきます。はい、今ひとまずざっくり全体を新聞紙で覆ったんですけど、このトイレの曲線部分の型を取るために、ちっちゃいこういう付箋、僕は付箋を使いますけど、紙を使ってこう細かく曲線を描いていきます。でですね、うちのトイレはですね、大体そうかもですけど、床とこの便器の下に隙間があるんで、ちょっとそこに入れるような感じでこうやって並べていくと、型をが取りやすいかなと思います。この時は結構体勢が辛いですけど、頑張ってください皆さん。はい、ひとまず今新聞紙の型が取れました。でちょっと説明しておくと、トイレのここにそのなんていうの、線があって、そこの型を取ったりするのは正直僕はめんどくさいので、こっちの長さに合わせて紙を切って、ここは現場でカッターとかで調整できればいいかなと思ってます。でここからこのシートの上に、これを乗せて線を書いて、あとはそれを切っていくという工程になります。やっていきましょう。ささささささ、これ裏が白いので、でさらに線も入ってるんで裏に書いていくと楽なんですけど、裏にした場合はこっちの紙も裏にしないと、切った後に合わないっていうことが、僕は玄関をそれをやってしまってるので、それは結構注意が必要とか陥りやすいミスです。でもう僕は裏にするのもめんどくさいので、上にこれをそのまま乗っけて、そのまま線を書いて紙を切っていくっていうやり方にします。やります。あともう一つ、本当はここも床なんで、こう L 字に切っておくと本当にぴったりはまるんですけど、もう裏見えないからいいです。僕が気になる人はそこまでこだわってやってみてください。2つこうなってる奥をこう剥がせるようにしておくと、こうスッとはめられると思うんで、はい、じゃあ線描いていきます。はい、今線を描き終わりました。若干怪しいところもあるんで、あとは向こうで調整できるようにちょっと大きめに作ってきました。ここから線に合わせてハサミで切っていきます。よし、
とりあえずはいカット OK です。よし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 、こんな感じ。これを向こうに持ってってカッターで微調整していきたいと思います。ちょっとはめていきたいと思います。ちょっとここが大きいかな。これは後で調整します。ここね。で、ここにこの子がいるんで、ここはなんとなくの切れ込みを入れて済ませちゃいます。僕はこれだいたいどこ、ここだいたいに合わせて。ちょっと待って、しんどいな。よいしょ、座っちゃう。結構隙間が空いちゃうかもしれないけど気にしません。僕は大きめに切ります。もうまあ、ざっとこうなってて、で、調整します。こっからまず、ここがちょっとだけ当たってるんで、本当に1ミリグラスか。この辺がちょっとでかいんで、そぎたい。はい、ひとまず微調整を終えて、だいたい形が取れたんで、ちょっとマットとかいろいろ敷いて完成にしたいと思います。はい、無事にトイレの床をクッションフロア張り替えが終了しました。もうかれこれ僕あれやるの3度目なんですけど、何度やっても微調整微調整ですが、トイレに行くたびにちょっと気分が変わって楽しいんで、ぜひ皆さんもやってみてください。疲れました。お疲れっす。じゃあさよなら。